です。梅モンクラウド道場。皆さんこんにちは、テコデザインの梅モンです。今日も元気にやっております。今ね、マネフォさんの T シャツを、例の T シャツを着てやっております。テコデザインって一体何の会社なのってよく聞かれますというのも、なんか小説を書いてみたり、動画ばっかり編集してたり、なんか歌歌ってみたり、ラップしてたり、導入支援業務と言われてもピンとこない方が多いんじゃないでしょうか。クラウド勤怠管理とクラウド給与計算、これの導入支援をメインでやっております。その他にも組織のコンサルティングいろいろやっております。リモートワークしたい、ペーパーレス化したい、それからバイザーチームを入れたいとか、そういったご相談も受けたまわっておりますが、メインとしてはクラウドサービスの導入支援です。特に労務系のもの、どのサービスが一番会社に合っているかっていうところから選んでいきます。そのベンダーさん、各クラウドサービスを開発している各社とはちょっとやっぱり立場が違いますので、永世中立国梅門は勝手に考えているんですけれども、こう公平な立場で本当に合ったサービスを選定できるのが強みかなと思っております。弊社にご相談いただくのはこんなケースが多いです。1、現在の給与計算ソフトや勤怠管理システムの乗り換えのタイミングがそろそろかなと思っている。2、担当者が辞めそう。3、担当者が休職に入りそう。後継者がいない。まあいろんなケースありますけれども、ほとんどの場合クラウドサービスへの乗り換えを検討されている方が多いです。一番多いのはどれを選んだらいいんでしょうか。この質問が一番よく聞きます。というのも、この間社長側の調べたら、打刻しかできないものとか、特定の業界に強い勤怠管理とか、まあいろいろあると思うんですけど、勤怠管理システムっていうだけでも100社を超えるところが提供してるんですね。まあもちろんその一部はクラウド化されていたり、一部はこうオンプレミスといって、その会社にインストールして使うもの、どれを選んでいいかわからないですよね。サービスの選択をできるようになるためには、丁寧に丁寧にヒアリングを重ねていく、そういう時間が必要です。それを通じて何を実現したいのかっていうところをよく聞くようにしています。業務の属人化を防ぎたい、オペレーションコストを下げたい、経営に必要な指標をリアルタイムで見えやすくしたい、いろんなことが目的としてあると思います。とにかく最初に今困っていること、一番直したいこと、これから向かう未来への方向性、すり合わせていけたらなと思っています。ヒアリングではタイムカードを実際に見せていただいたり、賃金台帳、それから就業規則もチェックさせていただきます。現状の運用はどうなっているかっていうのをまず確認していきますね。こうやった細かい作業を挟むことで、とにかく実態を確認する。その後でシステムに合わせるためにルールを新しく決めながら、それでしたらこのサービスが入りそうですね、というように選定して設定に取り掛かっていきます。梅門はプロダクトサポートの仕事をしておりまして、実際にそのいただいたデータを新しいシステムに入れていくようなお仕事を普段しているので、直接お客様との会議に出席したりはあまりないんですけれども、あ、でもね、この間全く関わってない案件なのに、ちょっと梅門に会ってみたいっていう、ただそれだけの理由だけでウェブ会議に参加させていただいたっていう面白いことがありましたけれども、呼んでいただいたら行きますで、実際に打ち合わせをさせていただくのは、うちの営業バチバチにイケてるイワヤン、そしてあとはカスタマーサクセスの方々、もちろん社長も含む神がかったトライアングルで打ち合わせをさせていただきます。丁寧なヒアリングこそ一番のキーです。実際に初期設定とかを進めていく梅門たちのチームに、正確にお客様の要望を伝えられるようにバッチリとした仕様書を作ってもらいます。ヒアリングに基づいて作ってもらいます。でそれを見ながら、忠実に設定をこちらでしていって、元々のシステムで給与計算を回した結果と、新システムを使って回した給与計算結果、これがどれぐらい差異があるのかないのか、こういうのを検証していって、最終的に納品となります。納品にはただこれではいバイバイっていうのではもちろんなくて、従業員説明会などもこちらで行わせていただきます。他にもね、社内で話を通すための稟議書作成のお手伝いもしております。風当たり強かったりすると思うので、そういった総務課長さんとかお助けするような資料もご用意しております。万全の体制で一枚板で向かっていきましょう。なので、もう持ちは持ちやということで、100件も200件もずっと導入支援をしているテコデザインにまずはご一報ください。目的に沿った選定をした方が導入の成功率がもちろん上がります。お任せください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は導入支援って何ぞ、どういう手順で始まるんですという話をしました。少しでも興味が湧いた方はオンライン相談会をご利用ください。これは無料です。無理に営業したりとかは絶対にありませんので、ご安心してオンライン相談会のご予約にお勧めください。お待ちしております。それではテコデザインの梅門でした。